貝塚の所在地、鶴見神社境内。鶴見神社境内、貝塚一途鶴見神社境内。貝塚は、神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央一丁目の鶴見神社境内にある、弥生時代終末古墳時代前期の貝塚である。別名、鶴見神社貝塚、鶴見区ナンバー85遺跡。横浜市指定史跡。貝塚の所在する鶴見神社は、下末義大地のふと、 海抜4メートルほどの鶴見川氾濫源の中石地に位置する。社によると、1962年に、境外から、弥生時や弾きなど、弥生時代から、鎌倉時代にかけての祭祀経営物が多数出土したという。横浜市教育委員会により2007年に、当社2008年2月に発掘調査が行われ、 神社本殿前の東西5から8メートル南北10メートルの範囲で厚さ70から80センチメートルの海層が発見された。主要構成海類は二枚貝ではハマグリサルボウカガミマキ貝ではイボキサゴなどおよそ8種類で、この貝塚と関連性のある古墳時代前期の縦穴住居跡も検出された。このような弥生時代以降の定置貝塚は、 東海塚のほか、鶴見川流域には、川崎市の市場、AB 貝塚、浅野造船所水道水源地貝塚、八丁縄手貝塚などいくつか見られる。横浜市内には、大地上に作られた、縄文時代の貝塚は多く、鶴見神社境内貝塚製法の、下末吉大地上にも商船塚、貝塚等があるが、弥生時代以降の定地の貝塚は少なく希少である。 ことから、鶴見神社境内海塚は2008年11月20日に、横浜市指定史跡に指定されている。ただし現在は埋め戻しされ補償されているので、階層や遺構を直接見ることはできない。ありがとうございます。